かい水たまんのところあったかいじゃないよ、あんた新生リリちゃんめちゃめちゃ可愛いから、もう夜みんなは少し変になれるって夜は変になれるから許される生まれはロシア、最初は完成、舞台は東京、ピロシキーズです。チャンネルリリーチャンネルリリアです。よろしくお願いします。日本にいつも言ってるな、リリーちゃん、リリーちゃん、リリーちゃんね。でもリリーちゃんとリちゃん、なんかちゃんちゃんちゃん、そのチャンネルが多いので、うん、私ちょっと逆したチャンリリー。なるほどね。リリーちゃんのチャンネルやねんけど、チャンリリーチャンネルなんだね、じゃあ。ややこしいね。チャンリリーチャンネル。まあ、でもいいどこから呼んでも一緒ってことだな。リリーちゃん。リリアちゃん。リリアちゃん。リリーちゃんとリリアちゃんどっちでもいいです。じゃあリリーちゃんで呼んでいきたいと思います。僕もブラちゃんでもラスちゃんでも構いません。いや、お前はもういいんだよ。今日は、まあ、リリちゃんにいろいろちょっと聞いていこうかなっていう形で動画回してみたんだけども、ね、どちらの出身ですか？ウクライナです。ウクライナあ、どちら出身ですか？私、ウクライナ入ってんの。入ってんの？ちょっと入ってんこの辺とか、ウクライナ 10% とか。そうだね。なんか突っ込めよ。何ちょっと、アレちゃんはロシアの中のちょっと南の方っていうのかな。うちはなんて言ったらいいんやろ、お母さんの方がコーカサスの方の人で、うん、でお父様がそのロシアなんだけど、モスクワ出身の人やけど、おじいちゃんとかがなんかペルシャだったりとか、ウクライナとか入ってたりとかいろいろするから、まあなんか雑種です。ミックスっていうの今は。雑種だけのミックスです。せっかくね、ウクライナの方いるから、いろいろね、掘り葉掘り聞いていきたいなっていうのと、ウクライナ YouTuber 増えてきてるんですよ。ロシア人 YouTuber すごい多いじゃない？結構もう多いね。ウクライナも実はすごい勢力圏なんですよ。うん、まあそこの新生ですよ。新生、リリちゃん。今後伸びていくであろうっていう形で。そうだね、めちゃめちゃ可愛いから。いや、私たちね、ロシア人 YouTuber がウクライナの YouTuber とねコラボをするときにいつもコメントで、いや、そこすごい今戦争とかしてんのに大丈夫なのみたいな、コラボして、そう、すごい聞かれるから、なんかそういうところもちょっと今回話題に詰め込んで話していけたらなと思います。日本にはいつ頃からいるんですか？2年間くらいです。2年間。うん、はい。日本語はその2年で学んだんですか？まだ完璧ではないので、少し喋ってます。日本にはなんで来たんですか？そうですね、私最初に日本語学校で日本語を勉強のために日本に来た。その前にもその日本の文化、日本のアニメよりドラマ好きでしたけ、その漢字にも興味があった。その漢字の書き方難しいなので、めっちゃ気になった。ウクライナって日本のアニメとか見れるんですか？見れるんです。弟はアニメと漫画、なんか少し最初に病気ぐらいになった。めっちゃなんか毎日6時間ぐらいでも、うん、今はちょっと落ち着いてもう漫画しか読めない。じゃあお姉ちゃんはなんで日本の漢字とかドラマとかが好きになったの？その日本人の表現が好きで、少し冷たいとか感じ、例えば韓国のドラマ比べて、韓国は少し、まあ、ちょっと温かい感じする、たまにキスするとか、うんうん、でも日本語ドラマすごく清掃な感じするね。例えば北古星についてドラマとか、またそのギブアクシャスの私きっかけはキムタクあー、キムタクやった。キムタクが良かったやん。やっぱキムタクってかさ、もう前もロシアの女の子たちとみんな集まって、日本の男が好きだとか白人の男が好きだで喧嘩してたけど、みんなキムタクで一致した。キムタクは好きって。やっぱキムタクは世界を救う。ウクライナで日本のドラマ流れてたのも見た。そうそう、翻訳ウクライナ語で、翻訳のウクライナ語で、あ、翻訳されてるやつが。そう流れてるんや。何のドラマ？一番最初に月の恋人。月の恋人が流れてた。めっちゃくぐりますね。キムタクいるわ、キムタクいるわ。フジテレビや。フジテレビさん、お世話になっております。フジテレビさん。俺も自分もフジテレビばっかりの最近。そう、よくよく見てますよ。いやいや、もうとんでもないですよ。見てた。人気ですね。恥ずかしい、恥ずかしい。もうみんなもう恐れ多いことも。ここは全部カットしてください。なんでやねん。もう今、デレデレでもうよだれがされてる。そりゃそうや、こんな美人にいつも見ててるって言ってくれたらそんな嬉しいね。いや、本当にやっぱ、ウクライナの人が美人っていうのは、もうこの女性を見てわかりますよね。そうね、いつもなんか本物ウクライナ人じゃなくて 50% しかないです。え、どういうこと？どういうことの？お父さんはロシア人なので。あ、そっかそっか。そう、お母さんはウクライナ人。ロシアとウクライナってね、まあ、ソビエト連邦だったから、そっかそっか、こう混ざってる人が多いっていうか、ね、みんなあの行き来してたからね、ソ連の時は。でそれでまあ国が解体してしまってっていうので、もうロシアの血も入ってると思う、すごくウクライナの人に、ね、住んでる中ではね。結構いろんな人が多分ね、ちょっと
混ざってたりするかもしれない。やっぱ言語はウクライナ語なんですか普段、それともロシア語なんですか、うんうん、両方で使ってる。人による、家族の中でウクライナ語、友達中でロシア語を使います。なんかこう街に出て買い物とかするときってどうなるんですか。うちの住んでる地域はウクライナ語を使います。ウクライナ語使うんだ。それ不思議よな。だからさ、日本で、東京で日本語使うのに関西とか違う都道府県に行ったら違う言葉を使うことになるっていう。沖縄っぽいってことなんじゃない。ウクライナとロシアってもう喧嘩してるじゃないですか。ロシア人嫌いみたいななったりします。あんまりないです。もちろん人にそれぞれ意見が違います、うん、ですけれども、ロシアの一言は嫌いな人は少しおかしいです、あまり良くない。それみんな大体わかります。政治的な、政治的なことなので、これロシア人は殺す、あまりその人はないです、はい、じゃあ一番いい欲しいものはその戦争終わってほしいです。ウクライナの一般的なロシア派とかウクライナ派って多分過激派の人たちはどっちもいると思うんだけども、基本的な人たちは別に何でも、別にロシアも嫌いじゃないし、ユーも嫌いじゃないし、とにかく戦争早くやめてくれっていう人が一番多いんだ。そうですね。ウクライナはその平和になれてほしい、そのロシア人悪いというわけではないです。なんか要するに結局国同士での問題を繰り広げてる政府たちがやってるだけだけど、その国民のとかはやっぱその迷惑だ、やめてくれってなってる人の方が多い。そうですね。やってたりするんですか YouTube では。食レポとか、外国人に日本についていろいろこと、食レポとか、あと国の違いとかも、国の違いとか日本について驚いたこととか。驚いたこと、なんか驚いたことありますね。ちょっと聞きたいかもしれない。日本で驚いたことってありますか。なんかある。私たちも何も驚きやしません。驚いたことは、あの新国立競技場が何回も建て直しをさせられてちゃんと建てられなかったっていうことです。私はもう全然見るところが違うやみたいな。驚いたことそれよ、本当。あのもうごたごたがびっくりしてる。これ外国人の中でトイレの便利さとか綺麗さ、みんなは驚きますと思います。トイレ、確かに。でもトイレはなんか1回でちょっと間違ったのボタンで立ってたいんだけど、その水パワー、これ私があったやつだわ。こう私もね、あの初めて日本に来た時にこう、トイレ、ボタンがいっぱいある、これ何これ、なんかこの子ピーってやったらピシャーッって来たことある。止めてる時あった。でもさ、あれケツつけてなかったら出てこいようになってると思うんだけど。いや多分前だから昔はそうじゃなかったんか。もしかしたらそういう問題が多かったんじゃない。こう押して止まらないみたいな。今はもうなんか座ってないとなんか出てこないな。そうだからもう私その時に今もう少しずつ立ってるだけど、なんかもうなんかそのままなんかでいい、あもう戻ります。戻ったな、戻った。来た大丈夫か、ちょっとどういうか、どうまりたいだけど、もう方が強く入れちゃった。もっと強く入れちゃったりとか。そういや確かに、あのね、あのこんだけボタン多いと、日本だけだと、めっちゃ俺はあれよ、お尻とビデの違いが分からんくて、よくビデを前へ後ろへ、そしたらマリと前に出てきて、ちょうど玉のな裏にブワーって当たるのよ。でそれ最初びっくりしたけど、最近その気持ちいいって思って、やめなさい、時々わざとビデする。そしたらもうあったかい水が玉のとこ、あったかいじゃないよ、あんた嬉しいとね。これはごめんなさいね、ピロシキーズというもので。日本のこういうところは変だなみたいなのは思ったりはする。変なところ、日本人の考え方のなんか自由、そういうことで、例えば朝にも午後にも、夜じゃなくてその男性は女性の服着てる多い。でも日本人は全然なんか関係ない。どういうこと、どういうこと。男性が女性の服を日本で着てないよ。知ってるよ。どういうこと、どういうこと。名古屋に多い。たまには、あ、これ誰誰、男性女性か分かんないでしょ。たまにいるやん、おじさんがスカートを履いてるようなおじさん。ドレスとかピンクドレスとか。それあんた名古屋でよく見かけた変なおじさんの話やん。たまにいる。夜だったら全然大丈夫。なんか夜みんなは少し変になれる。夜は変になれるから許される。でも朝とか、なんか朝小学生とみんなは電車に行けるから、
なんかその人が私驚いたそういうわけではなくて、みんなの顔とか全然関係ないね。あ、そうでは。なるほどね、なるほどね。私あ、誰も同じじゃない。わかったわかったわかった。確かに。だから変な人とかおったりとかしても周りのみんなが何も反応しない。ロシアとかウクライナやったら。え、これ何？やばい。ロシアなんでよ。なんでこんなの来てんの？なるなる。だからある意味では多様性の時代がちょっと日本の方が進んでる可能性はあるな。そこはでもそれはあるわマジで。ほんまにみんな知らん顔してた。でもみんなあれ知らん顔してるけど頭の中ではうーわやばいのおる思ってずっと思ってない。確かに。うーわ電車席間違えた。でもめっちゃポカフェイスでしょ。そうそうそう、うーわ隣に座ってきたぞこいつみたいな思ってない。絶対顔なさい。そう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 、ちっちゃい時これじゃないよ、聞きたい。そうそうそう。あ、多分ね、ツイッターしてると思う。今変なおじさんが本当に気持ち悪いんだけど。だから頭の中ではめっちゃ考えてる。そう、ツイッターでするけど、こかは、うん、変なおじさんだけど、たまにそういう男性じゃないっていう、あまり分からないでしょ。最後まで私思ったはそれ女性だよ。でもなんかその後歩き方とか男性です。やっぱりそんなに綺麗ってなんか女性、やっぱり女性です。あ、だからもう整えすぎてて、ヒゲとかもね完全に剃ってて綺麗にしてるから男性でもパッと見て女性ざっくりかと思っちゃう。歩き方少しね、自由の考え方が好きです。あ、おー、おー好きなんだって。まあ確かに、でもほんまにそれはね、わかるわ。まだちょっとね、りんちゃんのチャンネルでも私たち出ますので。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひあの概要欄に貼ってるんで、そちらの方から行って飛んで見てみてください。また登録もね、ぜひしてくれたら。すごい美人さん。でも驚いた。ねえ、どうしよう、もう私のファンがなくなっちゃうよ。もうあなたのファンなんてもういなくなってる。もういないのよ最近私のファンが。もう私たちにファンなんていないのよ。もういないのよ。そうだよ本当に。いや、みんなはなんか めっちゃ人気があるって好きです。ない。そんなことだよ。もう先生食べて。面白いですよ。なんかその差がある、コントラスト。そう、どんなとこがある。恥ずかしいと少しエロいな人。エロい人。エロいな人。褒め言葉よ。ちょっとエロい人って言うのね。恥ずかしいの人とちょっとエロいな人。あんた恥ずかしい人やからな、もう。ちょっとそれは違う意味になってくる。ちょっとそれは私が、俺はまだエロい人けど、あんたも恥ずかしい人になってるから。出してくれてありがとうございます。いやいやいや、来てくれてありがとうございます。こちらこそ。じゃあまた続きの動画も見てくださいね。はい、見てねー。はい、パイオツ出すかもよ。はい、ずっと食べよ。それでテーブルに戻るわ。